力道山、伝説的なプロレスラーであり、日本プロレスの父と称されています。プロレスを国民的スポーツへ発展させ、アントニオ猪木やジャイアント馬場を育て、伝説の柔道家木村政彦に勝利しました。詳しく気になった方はぜひ本編の動画も見てみてください。